ホーリー・トリニティ教会生産一大聖堂は、イングランド国教会ジブラルタル教区の主教座聖堂を、ジブラルタルのカシドラルスホーリー・トリニティ教会は、建築に昔のムーア風の要素を取り入れた点で特に知られ、それは、馬蹄系のアーチによく現れている。これは、ムーア建築に触発された建築様式であり、ジブラルタルの歴史のうちムーア人の支配が長かった。 ことを考えると納得のゆくものである。この教会は元はジブラルタルに住む聖公会信者の求めに応じて建てられたものであり、それはキングス教会がもっぱら軍事用として使われていたからだった。チャタム伯爵、ジョン・ピットは1820年にジブラルタル総督として着任し、使われなくなったある施設を売却するようイギリス政府を説得して、 それを資金にその土地に教会を建設した。建設は1825年に始まり、1832年に完成した。設計者は不明だが、王立公平のピルキントン大佐が工事を監督した。完成前、黄熱病が流行した際には短期間、完成済みの一部分が救急病院として使われた。この教会は1838年に、ウィリアム・4 1842年には主教座聖堂に昇格し、ジョージとムリンスンが初代ジブラルタル主教になるとともに、ジブラルタル教区が創設された。この教会は第二次世界大戦中にこれといった被害は受けなかった。戦争が終わると、ハロルド・バックストン主教は、 マルタのサンポール臨時主教座制度とジブラルタルの主教座制度を発展させるための基金を募るべく、マルタとジブラルタルに感謝の意を表すという混成活動を行いジブラルタルでは集まった資金は新しい制御室の建設と教会の南側の側廊に二つ目の礼拝堂を建築するのに使われた。これらは正常時と戦争中に 地中海地域で命を落としたすべての人々を記念するという名のもとに行われた。ドイツによる空襲で破壊されたコベントリー大聖堂から運ばれた石が一つ、荒いラ,ライバンの後ろの壁に埋め込まれている。これは十字のついた小さな石である。1951年4月27日に補給艦のアーフビデナムが爆発事故を起こした際は、教会も少なからず被害を受け、 屋根が持ち上がって、ステンドグラスが割れた。建物側面の窓には普通のガラスがはめ直されたが、集められた色付きガラスの破片は、新しいステンドグラスを作るために使われ、これは祭壇の上の日。教会は大規模な修繕が必要となり、その年のクリスマスまで使用不能となった。イングランド国教会のべての主教座聖堂と同じく、建物を受け持つ聖職者とそこの牧師は、 主席司祭と呼ばれる。後者は、ジブラルタル公の牧師を兼ねる会立先勝者が任命される。教会の3人目の聖職者は、主教座聖堂三次会員が無給で務める。ジブラルタル主教は担当する教区が広範囲に渡るため、交通の便を図るためジブラルタルではなくイングランドのロンドンガドウィック空港の近くに住んでいる。ありがとうございます。